新藤辰巳のゴミラジオ。はい、やんでいい、やんでいい、はい、新藤辰巳のゴミラジオ始まりました。寝返りを打ちます。坂巻スタジオからお送りします。3人でやってると思っていただければ。、ね、まあまあそんな言ってるから初めて見る人もいるでしょうから、ね、しょうがないしょうがない時間です。今回ですね、はい、まあ昔の芸人、まあ、今の芸人も今好きな人はいっぱいいますが、はい、その中でやっぱり印象に残った芸人の一組でした、はい、やっぱり暴れヌンチャク。おお、暴れヌンチャクが好きでしたね。あ、そうですか、うん、あのね、好きっていうか俺怖さすら感じたんだよね。あ、そうですか。俺はなんか仕上がりすぎてて、あの二人の毒気と、あのまあヤックン、桜塚ヤックン、はい、まあ後に、はい、コンビ時代ですよね、ヤックンさんの、ね、要はで、うん、が、あのちょっと滑りキャラかつ可愛いキャラ、うん、だからキャラクターはもう可愛らしいキャラクターですね。なんかしっかりしてたのが、はい、パンチ力強すぎて俺たなんかもうすごかった。怖さもあったね。結構昔の話だけど、はい、まあその相方の薩倉坂やっこの相方、はい、竹内さんとは今声優として活躍しており、はい、おるプラス、はい、ゴミラジオリスナーでもあるというのね。そうなんですね。本人に言ってくれました。いや聞いてますよいつもと。聞いてるんですね。と、うん、いうことで、まあ、まあね、はい、まあ、桜塚やっくんはね、はい、お亡くなりにもなりましたけどもね。まあそうなんですね、うん、ちょっと事故でね、まあはい、あのエンタの神様でさ、はい、あの客いじりの形式の進化を見せたそうですね。気もするんだよね、はい、そのね、その昔はケイシー高峰さんとかが匠でしたけども、はいはいはい、客いじりといえばもうあれはもうほんと面白い、ね、素晴らしい、うん、あの ね、そのまま空間をなんかわしづかめされるみたいなのがちょっとありましたね。そうですね、うん、で、まあ桜塚役はこう札でなんかこう何か言いましたって客に言いました、はい、あと絶対に一言で笑わす、うわーって笑わせます。あれはやっぱすごいよ。やっぱ僕はね、結構その桜塚役君時代、はい、まあ、桜塚役君の名前に一個前がスケバン京子、スケバン京子でしたね。なって桜塚役君の結果スケバン京子になったのかな、結局そのキャラクターのもう、ね、うん、完全その一体の名前になったってわけですよ。その時のやっぱり会場受け見てるけどやっぱやばかったね。もちろん人気もすごかったの。桜塚やっくんですぐ小屋生まれたし、でまあやっぱエンタ全盛の時代にあの人は毎週のように出て、はい、で毎週客を笑おかしで劇場出たらキャーってなって、エンタの前とかってライブで見たことありました、そのスケバン京子さんの時代とか。でもあのピンになってすぐぐらいの、でもすぐスケバン京子なかったっけ、まあスケバン京子で、うん、まあエンタに割とすぐ出ましたけど、うん、そのそこに行くまでの間僕見てないんですよ。ライブとかでああいう客いじりをやって、うん、あのどうだったんだろうなとかすごい思ったんですよね。はい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 、エンタってやっぱり、うんうん、なんだろう、そのまたちょっとテレビのお客さんってやっぱりノリも違うから、うん、なんか成立しやすかったりするじゃないですか、うんうんうん、ああいうのをライブでどこまで成立するのか、あそこまでのそのレスポンスというか、だって僕だってライブで見たから、ね、あそっか、うん、そう、それがねどんな感じだったのかっていうのすごい気になって、あ、まあ、でも、うん、でエンタの前だとか、でもエンタで始めた同時ぐらいやったかな、ま、俺もでもすごいですよね。それでもまだ浸透とか、だって R1 でもあの形式はちゃんと受けたからね。いやすごいですね、やっぱ、いやちょっとすごいよ、だってやっぱその二人はですね、なんだかんだで、だってものすごい高度な技術です、客いじりをするっていうのは本当に、うん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 、ねえ、後にはもう言うこと決まってたんじゃねえか説がねあったけどね。言うこと決まってた、あの刺す、刺す女と仕込みみたいな、仕込み、完全仕込みだったんで、いや別に仕込みでもいいけどね、別にね、まあそうですね、うん、で、ああそうか、でもライブでもできてたからなと思って、ライブでも仕込んでたのかな、じゃあよくわかる。絶対それはないですもんね、だって、うん、じゃあもうそれ本物ですよ、うん、で、暴れヌンチャク、その前のね、はい、といえばもう1年目ぐらいから、結成1年目ぐらいから、うん、あのもうバシバシ笑ってたのが、劇場どっから現れたのかなって思いました。出てきた時、もう最初から、うん、あのもう成立しているコンビだったんで、うん、なんかびっくりしたじゃん。そうですね、
ジョジョにとか言って、もう、あれはもう、あのまま出てきたよね。そうですね。だから俺、それが不思議で、はい、本人に聞いたのよ。はい。あれ、最初からすごかったっすよね、つって、はい、竹内さんに。はい。いや、あれ実はもう僕らもともと舞台やってまして。そうですよね。うん、器用ですもんね。そう、舞台の中のコーナーで、ああいうことをやってたんだって。そうなんだ。だから、もうできてたらしい。ああ、それ聞いた話でしたけど、よし、僕、これから組もう。こういうネタをやろう。出てあれだと思う。いや、もう天才すぎんだろうと思って。うん、ねえ、もう最初からもう、要はゲスト、うん、ゲストっていう、もう、あれですよね、うん、もう器の。で、すぐオンバトよかったしね。そうですね。うん。いや、でも、なんかもう近寄れなかったもんね。うん、ああ。すごすぎて。ああ。もう形が出来上がって出てきてましたもんね、うん、で石井密度オフィス所属っていうのもまたねそうだ石井密度オフィスなんだよねそれもあんまりこうお笑い芸人をこう養成しているイメージなかったんで、うん、そのピンクの電話さんとかね、うん、ラサール石井さんとかがいて、うん、若手は別にそんなになんて言うんだろうな、うん、っていう時に石井密度オフィスから急にこう出てきたっていうのはなんか、ね、あんな若手のねイケイケの、うん当時ね、人力車の養成所とかも僕ちょっと行ってたぐらいの時だったから、はい、ワイルドカードのコーナーってバカバクソって人力車のねバカバクソの事務所の中に、まあ、外部の人が10周勝ち抜きしたら、うん、まあ所属できるみたいなおぎやはぎさんとかそれで入ってると思うんですよね、確かで、もともと別に養成所出てるのにアルファルファさんもね10周勝ち抜きしてあそうなんですねそうなんだそれもやっぱり伝説だったよねへスケート別にそんなことしなくてもいいの、うん、でそんな中ねアパレルヌンチャクさんが来ててもうやっぱりもうどこでもバカバカ受けるから負けないのよで唯一1回だけ負けたのよ知ってる？わかんないそれそのもう無敗と言われてたアパレルヌンチャクが10周勝ち抜く、まあ、9周目ぐらいだったから誰だ唯一1組だけ負けた人がいるんですよそれが、はい、トゥインクルコーポレーション当時所属だったラリアッツあラリアッツさん、はいはいはい、ラリアッツだけに負けた、爆裂級じゃなくてラリアッツ爆裂級には勝つんですよ4人で束になっても負けますか爆裂級はどんどん人が減ってきちゃう、ね、そうそうで最初5人とかでしたけどねあラリアッツさんいましたね先鋭なコントをやるうまいコントというかやっぱ演技はうまいですねコントじゃないですねあそこに負けた、ね、あラリアッツさんすげえ、まあね、いたないろいろセニョリータ健三とかも強かったですけどね大体、まあ、3週ぐらいで負けちゃうんだけどね、うん、出てるねエンタが始まる前のね、うん、先駆けみたいな人でしたけどね、うん、今のニュースタッフプロダクションの前身となったシアター D っていう事務所のシアター D 所属のシアター D っていう劇場であり事務所名でもあったのねそうですね当時牛肉オレンジやめまいだとかが、ね、いましたねテトラポップとかああそうね奥様ラーメンとかねシークエンスとかねプレゼントとかもじもじハンダもじもじハンダとかね影弁慶とかね、まあ、いくらでもね言えちゃうんですけどね僕らは本当にいまして、はい今のフラミンゴとかねそうですね、で牛肉オレンジは今豆の木のねあのジャック豆山さんですからねあれ牛肉さんはそうですよあの人そうですよいやもうめちゃめちゃ顔そうじゃないですかだってああさ牛肉とオレンジだねそうですでオレンジの方はあのフラミンゴだ、はい、牛肉そうです牛肉さ今ほらあの木村さんと組んでますよ俺普通に会話してた本当ですいややっぱりさシアター D のトップだったしそうですよ牛肉オレンジさんめちゃくちゃ面白いイメージあったからさ、うん、そうですよ俺牛肉オレンジなんかと喋るなんて無理だわとか思ったけど俺今普通に喋っちゃってるじゃないですか、 ですかよくライブだって呼んだりしてるんでしょ、うん、だっていや牛肉オレンジやってたんかめっちゃ顔特徴的だからもう、うん、もろ一緒ですけどねいやもう顔覚えてないからさ本当ですかいやー嬉しいな牛肉オレンジと仲良くなねすごいいい方ですね先輩なのにすごい腰低くて ねそうだねでまあまあそのアベレネンジャックはまあ、はい、まあまあラリアッツに負けそうなんですね当時社会人とかもいましたね社会人さんねあのツインクルのピン芸人さん面白いようにしましたけど、やっぱそんなのやっぱアベレネンジャックでもズバ抜けてたしテレビ出ても対応できたし、うん、あっという間に人気も出て、僕本持ってますよあのそう自習っていうねあのネタの本出してるんですよ、うん家康とかいう番組やったっけ
あの、ね、東海の方でありましたね。あそこでも人気あったしね、うん、キャーってあれ700人収容のね、うん、の場所でネタ番組なんだけどね、また票も入りやすいですよね、ああいうそのポップで、うん、やっぱ絵も入ってますし、絵も入ってるで、毒が絶妙ですからね、うん、毒は結構ね可愛い人もいるし、そうですね、だからあれ本当バランスのいい最強パッケージですね、ね、であんま毒強かったりとかすると普通さ嫌がられるんだけど、結局ヤックの魅力でカバーできちゃう、そうですね、可愛さでなんとか中和できてるんですよね、うん、たまに竹内さん毒が過ぎる時もあるけどね、ちょっと引いてる時ありましたお客さんが、でもまああれも結局ありなのかなと思っちゃうけどね、うん、いやすごかった、いやなんか一回ネタ見せかなんかの3回のネタ見せで一緒に並んだ時はすげえドキドキしたもんね、はい、あそうですか、当時ピンだったけど、ええ、そっか俺一人サンミュージックのネタ見せ行ったことあったのか、行ったことあったのか、あそのとこに今入ってんなって分かんないもんだよね、誰かブッチャーさんがネタ見てたんですか、ブッチャーさんとかマネージャーさんとかですかね、当時覚えてないな、ピンでそんな行動を起こしてたんですね、起こしてた起こしてた、そして暴れヌンチャクさんをここまでこうね敬愛されてるのも知らなかったですから、いや俺なんか好きだったんだよな、ね、やっぱ毒の強い人意外好きなんだよね、あでやっぱ一時期ね、うん、あのルミネ座吉本ができてちょっとした時にね、はい、ルミネの吉本のさ芸人ばかりより外部の人も呼んで対決バトルしようみたいな会があって、それでね暴れヌンチャクさんとかねベートーベンさんとかね出てた時があった、電波少年系のあれじゃなくてかな、いやそれは分かんない、対決のねなんか CS でやってたんですよ、その時のやっぱ暴れヌンチャクのネタがやっぱりさ、はい、アウェイのさ、はい、ルミネ座下でバカバカ受けてさ、もう俺らはもうこんなとこ多分もう二度と出ねえからなみたいな捨て台詞がかっこよくてさ、はいはいはい、うわ好きやなこれ、なんかかっこいいなと思ったんだよな、またあのオルガンとかも使うから、そう竹内さんがオルガン使うんですよね、あれかっこいいのよ、竹内さんのオルガン使いがまたかっこよくてさ、やっぱ的場優のオルガンとはわけが違うね、いや的場さんはいいじゃないですか、的場さん薄汚れたさ、素晴らしい芸ですよ、甘ずれ、いい何があったんですか、素晴らしい芸、お人柄もね、あのいや今さそういう楽器使う人意外といるじゃない、当時さ、いなかったじゃん、まあ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 取り込み方すごいよね、だからないところからこうさ、まあ、笑いに出てくるって絵とオルガンっていうのはすごいです、しかもまあそのコンビで、うん、コンビで絵使うのあんまりなかった、そうですね、うん、まあ、漫才師はいたけど、漫才師さんとか一番初めにね絵を持ち込んだんじゃないかって、ね、うん、スケッチブックのその漫才をっていうね、うん、のおちにヤポンスキーさんとかも言いましたけど、うん、ね、あとあの瞬間メタルさんが初期は絵漫才っていうのやってましたけどね、でももう暴れヌンチャクさんがもう完全にもう成立させてましたからね、すごかった、あれは見栄えも良かったしな、そうですね、あれは好きだけど出待ちなんかできなかったもんね怖すぎて、なんでファンの目線なんですか、もうやってたでしょう、しんやってたけど、いや俺はビビってたよ、あそうですか、バレヌンチャクでも今はね時代を超えて竹内さんとそのねね、そんなことを言ってるのよ、聞いてくれて、聞いてくれて嬉しい、だからもうラジオ暴れヌンチャクが聞いてくれる時代来たんだなってさ、有名になったんですよ、気づいたら牛肉オレンジと喋れてるしさ幸せもだよね、そこ知らなかったっす、知らなかったんだよねお前知ってるもんだと思ってますよ、マジかよと、トップだよシアターに、ね、そうですね、あの当時のねまだスパルタ教育さんとかもね入る前でしたね、前だね、前だね、勢いありましたよね、あの頃のシアターにも、そうそうそうだな、嬉しいな、まあ、そんな感じの幸せな気持ちでね、はい、皆さんも頑張ったらこのぐらいね憧れてる人に会えますんで、ね、夢ありますね、諦めずに、うん、辛い時とか、うん、まあ、悔しい時は泣いてしまう時もあるかもしれないし、周りからソース感受けてね孤立することもあるでしょ、でもそんな中自分の心を曲げずに一生懸命頑張ったら、あの時あんなビビったあんな憧れた人が向こうから喋ってくれることもあるという、こんな夢のあるこう話じゃないですか、これはね、ぜひ皆さんもね、もし今頑張ってることあったらもっと頑張って、誰も相手にしてくれなくても諦めずにやっていただきたいとそう思います。孤独な人ばっかじゃないですか。いや孤独な人しかいません。いやなんと、ね、リスナーそんな方ばっかですか。そんな方ばっかりですもん、どうしようもないでしょ。いやいや、ね、そんなことないですね、まあ、まあ、学問頑張ってる人もいるでしょうしね。そうですよ、中高生相手なのでね、うん、そうなんか受験など頑張ってね、
別に夢に走らなくてもいいんです。勉強頑張って本当に好きだったクラスの尊敬する同級生や先生から声かけられるようなそんな存在になってください。それはね、それを伝えるために僕は今日やってきました。あ、そうだったんだ。今日やってきましたっていうね、大自然の漫才を思い出してしまいました。ちょっと分かりづらくてごめんなさい。笑い好きだな本当に。以上、新藤達のゴミラジオでした。せーの、チャンネル登録よろしくお願いします。